アンディ・マッケイは、イギリスのロックミュージシャン、サクスフォーンオーボエ奏者で、ロックバンドロキシーミュージックのレギュラーメンバーとして、またソロ活動、テレビ番組のサウンドトラックの作者として活動。イギリス・コーンウォールで生まれ、ロンドンで育ち、中学入学直後にオーボエを習い始める。マッケイはクラリネットを習いたかったのだが、その学校ではオーボエしか教えていなかった。学生時代は、 R&B バンドやクラシック還元楽団でオーボエやサクソフォーンを演奏する。1960年代の終わりには1年間ローマに住んでいたが、帰国後は音楽を教えていた。その時期に友人の紹介により、ブライアン・フェリーらが結成するロックバンドのメンバーとなり、またマッケイは友人のブライアン・イーノを誘い、イーノもメンバーとなる。 1971年初頭にロキシーミュージックが結成され、マッケイはサクスフォーンオーボエ奏者として音楽活動を始め、1972年2月14日に Easy マネジメントと契約し、プロとして出発する。デビュー当初のロキシーミュージックはその頃のロックバンドと比較すると少し風変わりなバンドであった。木管楽器を演奏するマッケイ。 楽器を演奏せずに、高音の電子音を奏でるブライアン・イーノ。そして、マッケイの水槽は、クラシック管弦楽団風の水槽のやり方ではなく、音に、抑揚や、強弱のない単調な吹き方であった。これは意図したものである。1974年には、初のソロアルバム、インサーチオブエディ・リーフを発表する。このアルバムでは、クラシック音楽のワーグナー作、 ワルキューレの気候をロック調に編曲して、サクソフォーンで水槽している。1976年と1977年には、イギリスのテムズテレビで放送された、ドラマ、ロック・ホリーズのサウンドトラックをプロデュースする。1978年には2作目のアルバム、リゾルビング・コントラディクションズを発表する。1985年には、フィルマンザネ・ララとエクスプローラーズを結成し、 アルバムエクスプローラーズを発表するが成功しなかった。1988年と1989年にマンザネラマッケイとしてアメリカで2枚のアルバムを発表する。1990年にもマンザネラと組みクリスマスソングクリスマスを発表。ロキシーミュージックのレギュラーメンバー以外との活動では1974年にブライアン・イーノの ヒアカム・ザ・ウォーム・ジェッツ、1982年に、ポール・マッカートニーの、タック・オブ・オート、1983年の、パイプス・オブ・ピースなどに参加している。1995年にマッケイは結婚し、家族と共に、サマセットで暮らす。2001年には、ロキシー・ミュージックとして、ツアーを行い、2004年には3作目のソロアルバム、ソマス・ミュージック・フォー・ザ・センシズを発表する。 インサーチオブ、エディーリフリザルビングコントレディクションスロックホリーズザエクスプローラーズクラックザウィップありがとうございます